安井壮太郎バラバラの花をいけた芋理明の花瓶が画面いっぱいに描き出されています。安井は素早い筆使いで、重なり合うバラの花びら、花瓶の文様、折りじわのついた布の感じを的確に描き出し、漆黒の背景で器とバラの華麗な色彩を効果的に際立たせています。 画面の中心をやや外した花瓶の配置やわずかに右上がりに描かれたテーブルの稜線白と黒で大胆に分けられた背景に色彩豊かなモチーフを大きく配置するという構成が安井の優れた造形感覚を物語っています安井は明治の終わりから大正の初めにかけてフランスに留学しました帰国後しばらくは セザンヌなどから受けた大きすぎる影響に悩みますが1920年代末にようやく独自の画風を見出しますこの作品はその時期の典型的な作風を示すものです